コインブラコー、ペドロペドロでポルトガルは、ポルトガルアビスケの王族、コインブラコー、ジョアニッセイと王妃、フィリパの三男として生まれた。ポルトガルでは、ペドロが、外国旅行を長くしたことから、インファンテ、ディーペドロダズセーテ、パーティダスの名前で有名である。当時珍しい外国旅行をした人物で、1439年から1448年まで、摂政を務めた。 幼い頃から、ペドロは、父ジョアン一世の木に、入りの息子だった。彼は兄弟たちと共に、当時稀に見る、良質の教育を授けられた。彼は、兄ドアルテと、弟ジョアンと仲が良く、穏やかな環境の中で育てられた。1415年8月14日、ペドロは、父ジョアン一世と、兄ドアルテ、弟エンリケラと同行して、セウタ攻略に参加した。 彼らの母親フィリッパは病床にありながら息子たちにそれぞれ剣を与え、勇ましく戦っておいでと送り出した。それから1ヶ月後にフィリッパは病死した。ペドロは戦いで自分の資質を見せられる前に騎士になることを拒否し、兄弟たちと同じ日に騎士となった。彼はコインブラ校となり、弟エンリケはビゼン校とされた。これはポルトガルで、 初めての公尺くらいとなった。1418年、セヌカノデベネフィセイオスを翻訳し終えた後、ペドロはヨーロッパ中を旅行しに国を立ち、10年韓国から離れていた。バリアドリットでカスティーリアオフアン2世と面会した後、ペドロはハンガリーへ向かい、ハンガリー王権新生ローマ皇帝ジギスムントのもてなしを受けた。ペドロはジギスムントの軍に加わって、 タイオスマン帝国戦、ボヘミアノフス戦争においても戦った。1422年、ペドロは北イタリアのトレビーゾ行為を与えられた。1424年に新生ローマ帝国を離れ、パトモス島でオスマン皇帝村とニ世と面会した。当時はコンスタンティノープルを攻撃している最中であった。オスマン軍の猛攻撃に対するコンスタンティノープルの絶望的な状況は、 ペドロに強い印象を与えた。コンスタンティノープルからアレクサンドリアとカイロを経由して、ペドロは聖地へ旅行した。1425年にはフランスとイングランドを旅行し、パリ大学とオックスフォード大学を訪問した。1426年にフランドルへ到着し、ブルゴーニュ公国の宮廷に2年滞在した。ブルゴーニュ公、フィリップ全領公の2度目の日、ボンヌ、 ダルトワが1425年に死んだため、ペドロは妹、イザベルを推薦した。1427年、ペドロは兄ドアルテに宛てて、ブルッヘからの正確な王国管理という有名な手紙を書いた。同年、イングランドをヘンリー4世からガーター騎士に乗された。1428年、ベネツィア近郊のトレビーゾ公国を訪問。そこで、ベネツィア共和国の同時から、 マルコポーロの著作の副写を贈呈された。後にペドロは東方貿易を行うベネツィアの貿易航路の地図と本を購入するためと弟エンリケへ依頼した。ベネツィアからはローマへ旅行し、ローマ教皇マルティノス5世に面会した。その後バルセロナへと旅を続け、そこで兄、ドゥアルテの日としてアラゴン王女レオノールをもらい受けたいと交渉し、同時に自身の日として ウルジェイ博女エリサベとの結婚を交渉した。こうしてペドロは10年かけて外国を見分して歩いた。1429年、ウルジェイ博ジャウマ2世の長女で相続人となったイサベルと結婚した。この結婚によってペドロはアラゴンの多い請求権を得た。ジャウマ2世はアルフォンソ4世の男系の彦であり、マルティン1世の死によりバルセロナ家の着刑が、 断絶した際には有力な大位継承候補者であったためである。1433年、ペドロは6巻にも及ぶ有名な作品トラータドラ、バーチオソ・ベンフィトリアを完成させた。アニドゥアルテ一世が1438年に休止すると、幼いアホンソ5世が即位し、母レオノール王大号が摂政に選ばれた。この選択は、 レオノールが外国人であるため国民に歓迎されず、ペドロの弟アベイロコ・ジョアンにより、コルテスが招集されて、ペドロを殺傷とすることが決定された。この選択は、一般庶民と急激に発達するブルジョア階級の両方に支持された。しかし、ポルトガル貴族の内部では、特にバルセロス博・アフォンソが、レオノール王大,大号に好かれていた一方、 ペドロの政治的能力には疑いを持っていた。影響の戦いが始まり、数年後にはバルセロス博、アフォンソが、アフォンソ五世お気に入りのお父として、権力を持つようになった。1443年、和解の印として、ペドロはイボニー、アフォンソブラガンサ公に受釈し、両者の関係は沈静化したかに見えた。しかし百四十五年、ブラガンサ公 アホンソは自分の娘ではなくペドロの娘イザベルがアホンソ後世の日に選ばれたことに気分を害した。些細なことで陰謀が巡らされたが、ペドロは折衝を続け、その下で国は繁栄した。この時期に大西洋探検を遂行するための最初の助成金が出され、組織はエンリケ公会王子に与えられた。1448年6月9日、 アフォンソ5世は青年に達し、ペドロは王に国の全権を手渡した。オジブラガンサ公に影響されたアフォンソ5世はペドロの直すべてを無効にして彼に敵対し始めた。その年のうちにペドロには罪名が課せられ、アフォンソ5世は反逆者と名指しした。この状況は歓迎されない内戦であった。1449年5月20日。 アルファル・ロベーラの戦いでペドロは戦死した。死の状況は、はっきりしていない。戦闘中に死んだという説、また自身の従者に暗殺されたという説がある。ペドロの死後、ポルトガルは、ブラガンサコアフォンソの手に落ちた。しかし、ジョアン2世の時代に祖父であるペドロは賞賛され、祖父の没落を招いた、ブラガンサコに対する冷酷な迫害がされた。ウルジェージョハク エリサベとの間に六詩を設けた。ありがとうございます。